こんばんはカズヤです今日は投資の話ですね月末なので、えー、今月の新ニーサの実績を公開していこうと思いますいやー今月は天国から地獄っていう感じでしたよね7月11日日経平均株価は42,224円まで上がっていましたしかしそこからずっと下がってですね今日31日の終わり値は39,101円となっています 先週金曜日3万7000円台まで落ちてるので少し持ち直したと言えるんですけどねアメリカの方も7月中旬くらいまですごい良かったんですけど今ちょっと落ち着いてるかなっていうのもあるしねということは指数に連動するインデックスファンドもちょっと落ちてるっていうのがあります僕は新 NISA の積立投資枠では、えー、旧積立ニ NISA と同じ SBISBIVS&P500 インデックスファンドを買っています 新 n i になってからは毎月10万円ずつ積み立てていくという感じですねですから今7月なのでここまで70万円を積み立ててきましたで今の時点でどうかっていうとプラス円になっていますたった7ヶ月で6万円も増えてるのですごいですよねただこれ投資あるあるだと思うんですけど今月の中旬ぐらいまではもっと含み益あったわけですよでなんかか数万円とと落ちてくると 悔しい気持ちになりますよ、ねまあでもそういう上下があって、まあ、長い目で見たら上がっていくだろうっていうのがまあ積み立て投資の本質だと思いますので焦らずにまあもう買い続けると。 いうことしかないですよねしかもこういう商品買ってるとまあ株価だけじゃなくて為替の影響も受けるわけですよ一時ドル円のレートが160円を超えていましたが今150円台の前半とかまで下がってき下がってきたというかまあ、あの円高になってきましたよねまあいろんな要因あるんですけどまあちょっとその投資新宅の基準価格が下がってきたらそこで買い足すと いうのもいいと思うんですよね。まあ僕最近の下落を見てですね、SBI、SBIV、S＆B500 インデックスファンド、まあ今まで買ってたやつを成長投資額の方で5万円買い足しました。今後さらに下落するようだったら。 もうううちょっとと買おうかなという感じですねあと今月末株が下がってきたので旧積みたて NISA の分も減ってるっていう感じなんですよ。前紹介したように4年で160万円を積み立てていましてあの一時ねもう倍まで増えてたんですよ。なので320万円を 超える水準になってたんですけど今はね少し下がって今含み益が万円になっています一時含み益だけで160万円超えていたのに今は142万円っていやだからこの金額でかいんですけど、まあ、そういういもんなんなですよね上がったり下がったりしながらっていう今後も狼狽せずにまあ黙ってね。 持ち続よようかなと思いますよ新 NISA の生涯投資枠上限というのは1800万円になりますそしてこれを年間で言うと年間のその上限で360万円なんですよねだから毎年360万円新 NISA で投資していくとしたら5年で枠が埋まってしまう計算になりますで投資ってのは長期で寝かせた方が有利なわけですよ。 だから早めにこの1800万円の枠、まあ、つまり5年で使い切ってもうずっと寝かせようって考える人が多いですよねただ毎年360万円投資に出すってね厳しいですよね厳しいってかもうほとんど無理じゃないかなと思いますけども、まあ、僕もね今年に関しては360万円出そうかなと思ってるんですよ。で360万円の中に、まあ、またちょっとこう くくりがあるじゃないですか。成長投資枠と積み立て投資枠。成長投資枠の年間上限が240万円。積み立て投資枠の方は120万、ごめんなさい。1200万円じゃない。120万円っていうね、上限。で、これを合わせて360万円ですよ。積み立て投資枠は、もうこれ何度も言ってるように、S&P500 のインデックスファンドを毎月10万円ずつ買ってます。まあ、なので、年末には120万円分、えー、きっちり使い切りますよね。一方で問題になってくるのは、成長投資枠の方なんですよ。 でここでねなんかこの前日経の記事にもあったんですけど勘違いしてる人もいるのかなと思うんですよね成長投資枠だから個別株買わなきゃいけないのかなって思ってる人いるかもしれないんですけどそういうわけではないんですよだからその普通にインデックスファンドも買えるんですよねそういう制度なのでまあ年商もう1月の初めに、えー、その年間の枠360万円分を一括で投資するという人もいるようですまあインデックス投資がね一番無難なのかなとは思うんですけどまあこれ僕もね何度も言ってるようにインデックス投資って あまり面白くないんですよだからついつい、まあ、成長投資枠ありますんで火遊びしたくなりますよね。ということで、まあ、株主優待であったり配当を目的にした日本株の投資というのも今結構やっているところですね実はですね7月結構買い足していまして、えー、日本エスコンヤマダホールディングスヤマハ発動機ウィンパートナーズ名工ネットワークセブンアイホールディングス東急不動産カナデンこれ今月買いました。 個別に紹介しないですけど、まあ、その僕が買うのって株主優待があるかそこそこ、えー、配当が出るかっていう銘柄が多いです今回買い足したのも、まあ、その流れですよねでセブンアイとかは株主優待を新設したんですよどういう優待券かっていうと、まあ、2000円分100株であれば2000円分の商品券がもらえるとでこれあのグループの店舗で使えるので宇都宮に住んでいると ヨークベニマルが結構あるんですよねスーパーでだからそういうところで使おうかなと考えていますで全体的にちょっと前までもっと含み益出ていたんですけど最近の下落で含み損に傾くか傾かないのかみたいなそんな感じになっていますねただ配当も出ますし、えー、まあ株主優待もあるので、まあ、多少マイナスになっても持ち続けようかなと思いますよ7月は結構上がったんだけど、まあ、結構ね下落もえ大きかったので まあなんかね気分の上げ下げもあった1ヶ月だと思うんですけど、来月はどうですかね、為替の問題、金利の問題、でまあ9月ですけれども、自民党の総裁選もありますよね、まあ、総理大臣が変わる可能性もあると、あとは11月にアメリカの大統領選挙もありますから、いや、結構、年末にかけてバタバタですよね。そそれこそねあの総裁選の結果結果果というかまあ その余波で衆院選に突入する可能性もあるわけですよ株価もさまざまな要因で上下すると思いますがまあ買い続けるというのが大事ですよねということで今月の新ニーサー経過報告でした今回は以上です最後に可愛いポコちゃんをご覧くださいソファーでくつろいでますポコちゃんポコちゃん尻尾で返事してポコちゃんポコちゃん ポーゴちゃんポーゴちゃん美しいねポーちゃん毎回動きがないですよ <laughs> 絶対ダメだ